皆さんこんにちは、しののめしのです。今回紹介する SCP は、アイテム番号、SCP-1995JP、牛御前。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、収容及び研究のために、サイト84が SCP-1995JP の存在する区画の上に建てられます。SCP-1995JP 内部の探索は原則的に無人探査機によってのみ行われますが、職員が探索する場合はセキュリティクリアランスレベル4の職員2名の承認が必要です。この際、レベル A 化学防護服の着用とアラード1探査プログラムを導入した通信機の所持が義務付けられます。SCP-1995JP1 への栄養補給は不要ですが、内部に設置した監視カメラによる監視と無人機による定期的な健康診断と SCP-1995JP2 の撤去が行われます。撤去した SCP-1995JP2 は有害物廃棄プロトコルに従って処理してください。SCP-1995JP1 に配線を直接または間接的に伝える行為は急激なショックを引き起こし、収容違反のリスクを高めると推測されます。このため SCP-1995JP1 との接触の際には KSM8 の指示する会話パターンに従うことが義務付けられます。SCP-1995JP1 が SCP-1995JP 出入口まで接近した場合、機動部隊、1、牛飼いが非常時プロトコル 1995JP を行います。機動部隊、1、牛飼いは全州、もしくは密教系宗派の僧侶である職員1000名とオカルト光線時戦略、COS。の訓練を受け焼夷性の兵器を装備したエージェントで構成されます。プロトコル中の死亡などにより僧侶に欠員が発生した場合は直ちに補充してください。これは SCP-1995JP1 が一時的に無力化するまで行われ、SCP-1995JP1 の無力化後は即座に再封印プロトコル 1995JP へと移行します。非常時プロトコル及び再封印プロトコルについての具体的な手順は文書 1995JP1A を参照してください。未収容の SCP-1995JP2 の捜索並びに日サノー計画に関連する情報の回収作戦は重要事項です。これらの作戦の進行状況へのアクセスを希望する場合は、中央情報管理局への申請を行ってください。説明、SCP-1995JP は東京都、に存在する、全長200メートルの廊下と、廊下の左右両側に4部屋ずつ、左右に1部屋を備えた合計9部屋の特殊地下壕です。SCP-1995JP は内部に侵入した人間の生体から時間感覚を喪失させ、クラス1有現実改変能力を付与します。死んだ人間、人間以外の生物、無生物には能力が付与されません。無人機によって回収された職員の記録から、この能力は SCP-1995JP を拡張させ続けることに限定され、侵入者が SCP-1995JP からの脱出に失敗する理由となっていると推測されます。SCP-1995JP 内部は外部との通信が可能であり、双方向通信を行っている場合は現実改変能力が軽減され、帰還可能であることが判明しています。SCP-1995JP 内部の様子は前述した改変能力の付与から、人間による認識と機械による記録で詳細が異なります。映像では廊下には SCP-1995JP2 の他に目立った特徴はありません。左右の各部屋はすべて約42平方メートルで同じ作りとなっており、家具の配置と回収された書類から SCP-1995JP1 に関連する計画の研究室と見られています。最奥の部屋のみ約70平方メートルの空間の3型を障子で覆ったものとなっており、障子の内部は和室になっています。和室内部にはいくつかの小児用の玩具の他に特筆すべきものは存在しません。SCP-1995JP1 は基本的にはこの和室に存在します。以下は第2回の探索から帰還したエージェント木原のインタビュー記録です。以下のインタビューは人間によって認識される SCP-1995JP の代表例についてです。インタビュー記録、SCP-1995JP、A3。対象、エージェント木原。インタビュアー、品川博士。吹き、エージェント木原。は第3回目の探査に参加したエージェントです。この探査は1947年、月、
日に SCP-1995JP 内部と SCP-1995JP1 の映像記録と SCP-1995JP1 のインタビュー記録の入手を目的として行われ、各職員に記録機器と通信機が配布されました。探査途中で記録機器が故障し、映像記録は途中で終了しています。録音開始、1947年。月。日。まずはこちらの映像を見てください。これはあなたのカメラが映した映像です。エージェント木原が SCP-1995JP 内部で撮影した約200分の映像を早送りにしたものが映されます。廊下を歩いては室に繋がる部屋の扉を開け、SCP-1995JP1 の姿を撮影するまで記録は続いています。映像の途中に SCP-1995JP2 以外の特筆すべきものは映っていませんが、たびたび画面が激しく揺れ、他の職員が何かを払っているような仕草をしているのが記録されています。和室に立っている SCP-1995JP1 を映した時点で映像は終了します。信じられない。俺が見ていたものとはまるで違う。帰ってこられた方は皆さんそうおっしゃるんです。ですので、まずは木原さんが見たままをお話しください。了解した。そうだな、俺たちが見た空間にはこの葉っぱ、SCP-1995JP2 と言うんだよな。これはなかった。代わりにおびただしいほどの。鬼がいた。鬼ですか？すみません、もう少し科学的に描写してください。どんな生物に似ているとか、大きさはどの程度か、などで結構ですので。はぁ？まあ鬼でした、じゃ済まないよな。あれは小猿のような体つきの動物だった。俺には猿に角と牙をつけて、全体を黒っぽくしたものに思えたよ。大きさは 3cm から 10cm くらいだろうか。それが無数にあの廊下にいた。口を動かしてたから何か喋っていたのかもしれないが、俺には聞き取れなかったな。その生物は何か特筆すべき動作を行っていましたか？俺たちを見つけると群がってきた。さっきの映像の中でみんなが変な仕草をしてただろう？多分あれは、俺と同じようにあの生き物どもを払いのけようとしてたんだと思う。意味がなかったけどな。奴らは払ったそばからしがみついてくるんだ。それしかしてこないから、まあ、慣れれば鬱陶しいハエのようなものだ。そうですか。廊下では他に何がありましたか？視界内での異常はあの生物だけだな。ただ音楽、神社のお祭りみたいな笛やら太鼓やらを使った景気のいい音楽が時々聞こえてきた。一番奥の部屋から漏れてるようだったよ。あとは異常な現象はなかった。なるほど。では次の質問です。木原さん、和室の SCP-1995JP1 はどう見えましたか？おもちゃに囲まれた普通の子供みたいに見えたよ。頭も、あんなんじゃなかった。録音終了、1947年。月。日。終了報告書。このインタビュー終了後、続けて SCP-1995JP1 との接触についてのインタビューに移ろうとしましたが、エージェント木原が突如 SCP-1995JP2 を吐き出し始めたため中止されました。吐き出された SCP-1995JP2 は合計 36kg に及び、エージェント木原は、品川博士と尋問室で控えていたセキュリティ2名は医務室へ運ばれました。SCP-1995JP1 はクラス4現実改変者に指定されている人型実体です。外見は身長 120cm、体重 20kg 前後の第二次成長期前のモンゴロイド女性となっています。外見上の特徴として、SCP-1995JP1 の第七頸椎から上は牛、ボス、トーラス、の生体のオスのものと置き換えられていることが挙げられます。これによる SCP-1995JP1 の生命維持に関わる問題は発生していませんが、発生が不明瞭になっています。SCP-1995JP1 は基本的な日本語を理解し、国民学校初等科1年程度の知識を有していますが、財団の収容が開始してから、SCP-1995JP1 は肉体精神ともに発達の兆候を見せず、食事や排泄など生命維持活動も行っていません。SCP-1995JP1 の主要な現実改変能力は SCP-1995JP2 の生産です。SCP-1995JP1 は SCP-1995JP 内部に約 360kg 毎日のペースで SCP-1995JP2 を付随に発生させるほか、死認した任意の場所に SCP-1995JP2 を出現させることが可能です。これは通信機器越しでも発動できます。任意で SCP-1995JP2 を発生させる場合の、一度に生産可能な数量の上限については不明です。SCP-1995JP2 は先端が二股に分かれたヨシ、フラグマイツ、オーストラリズ、の歯です。
SCP-1995-JP2 の表面には複数の病原体が付着しており、空気感染により人の伝染病を媒介します。また、SCP-1995-JP2 と人の皮膚が接触した場合、何らかの疾病が必ず発症します。SCP-1995-JP2 によって感染した疾病は従来のものよりも症状が重篤となり、進行スピードも速くなる傾向があります。以下は SCP-1995-JP2 が引き起こす疾病の代表例です。完全なリストは文書 SCP-1995-JP2 を参照してください。天然痘。A 群赤痢菌による赤痢。はしか。結核。A 型インフルエンザウイルスによるインフルエンザ。腸チフス。マラリア。ハンセン病。SCP-1995-JP1 は視認した伝染病患者の症状を治癒から死亡まで任意でコントロールすることができます。患者の症状を軽減させる方向へとコントロールした場合、SCP-1995-JP1 の半径1メートル以内に SCP-1995-JP2 が出現します。出現する SCP-1995-JP2 の数量と症状の軽減度合いは性の相関関係にあると見られています。SCP-1995-JP1 は収容開始時から現在に至るまで、第二次世界大戦が日本軍優勢で継続中であると認識しているようです。SCP-1995-JP1 が SCP-1995-JP からの脱出を試みていないのは、この認識が理由であると考えられています。現在 SCP-1995-JP1 の思考パターンを強制する教育プログラムが小児心理学部門から提案されています。インタビュー。SCP-1995-JP1、1。対象。SCP-1995-JP1、インタビュアー、アズマ博士。吹き、インタビューは無人機に搭載した音声通信機を介して行われました。また、SCP-1995-JP1 の発言は不明瞭な発音からの類推であることに注意してください。録音開始、1940年。月。日。はじめまして。私はアズマ博士だ。君の名前を教えてくれるかな？アズマ博士、はじめまして。私は研究所の皆様からナナコと呼ばれています。ナナコちゃんか。ナナコちゃん、その人たちはどこに行ったかわかるかな？わかりません。この部屋で待っているように言われて、気がついたら誰もいなくなっていました。なるほど。一人で待っていて退屈しなかったかい？待つのもお仕事のうちだと言われたので大丈夫です。それに、いつでも出られると王子のみんなが教えてくれました。王子とは誰のことか、どうやったら外に出れると言ったのか、教えてもらえるかな。王子は友達です。葉っぱに乗って、8人でたくさんの小さい建造を連れて遊びに来てくれます。葉っぱと建造はすぐに増えるので、それで廊下をいっぱいにしたら出られると言っていました。じゃあ、どうしてナナコちゃんは王子と外に出ていかないんだい？それはお役目ではないからです。お役目？深刻に踏み入った米英を神罰で滅ぼすお役目です。何が米英なのかは、ここにいらっしゃった軍人さんが教えてくださるそうです。アズマ博士。何かな？まだ、お役目をしなくても大丈夫ですよね。警告わかってますよね。もちろんだよ。録音終了、1940年月日。SCP-1995-JP は第二次世界大戦での日本の敗北後、大日本帝国陸軍特別医療部隊、通称富豪部隊の日本各地に点在していた研究施設を調査していた財団によって1945年8月日に発見されました。SCP-1995-JP の存在する施設は調査当時すでに放棄されており、文書のほとんどが焼却されていました。SCP-1995-JP から回収された文書。富豪部隊作戦指令書。スサノオ計画第6号使用に関する覚書。要項。スサノオ計画によって生産された第6の地高低土地下に安置す。本研究所は地高の力を祭り研究する施設なり。万一帝都に外敵入らんとするならば、第6号悪魔降伏の形相を表し、スサノオの御事の道から放ちて天下安全の守護タラントス。部隊員第6号に付き添えてその力よく管理すること。10、第6号乱心の時は、速やかに総並べ大般若経唱え島渡らすべし。その力をよく導き、満州の部隊に遅れを取らぬ研究を行うよう。総が直ちに入手できぬ時は地下の檻に第6号を誘導すること。
チカワキド少佐により、ミーノータウラスの呪法を施され、怪獣の方知らぬ者は惑い続ける迷宮なり。土蜘蛛部隊隊長、木戸義彦少佐のお言葉。本研究所配属の隊員は地下お祭り帝都の悪液を封ずる大変誉れた書き物である。第6号は病を癒す猛虎相撲猛がままなり。その力をよく導き、満州の部隊に遅れを取らぬ研究を行うよう。ほい、1995年、1月18日に兵庫県西宮市。2011年、3月12日に宮城県。の沿岸地域で突発的な伝染病の流行が報告されたため現地エージェントが調査を行ったところ、それぞれ約 20kg の SCP-1995-JP2 が回収されました。回収及び患者の財団医療部門への輸送を、地域住民には C クラス記憶処理が施されました。各地域では伝染病の流行と前後して SCP-1995-JP1 に類似した人型異常存在についての目撃情報が発生しています。さらなる情報についての調査が進行中です。以上です。いかがでしたでしょうか。それでは、チャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。